誠とミクの誠の間、皆様いかがお過ごしでしょうか。サブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠です。皆さんこんにちは、佐藤女優の佐藤ミクです。さて1月から始まりました誠の間。この誠の間は現在多くの創作写真集をプロデュースをしているサブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠さんが、サブカルなどのクリエイターの皆さんの発掘、そして誠さんが手掛けていらっしゃる現在進行中のプロジェクトなどを紹介していく番組です。それではまずサブカルチャークリエイティブプロデューサー誠さんの略歴をご紹介させていただきます。誠さんは東京都のご出身で、ライブ撮影、人物撮影を主として写真活動をされていく中で、コスプレイヤーや若手クリエイターが様々な方面で活躍できるようになるための誠の間プロジェクトを始動。ご自身が起業された際に得たマーケティングの知識も生かしながら、これからのクリエイターを育成、プロデュース、作品作りを目指していらっしゃいます。そして、昨年の9月にブルガリアのソフィアで開催された東ヨーロッパ最大のサブカルイベント、アニベンチャーコミックコン2019にも参加されました。さてそんな誠さんと一緒にこの番組誠の間を進行してまいります。私佐藤ミクは普段は女優としてドラマや映画に出演参加させていただいております。特に昨年は私もブルガリアソフィアで開催されたイベントで、私の主演映画2022世紀寓話が招待され、舞台挨拶もさせていただきました。そしてここ市川うらら FM さんで毎月第2、第4、金曜日夕方6時から佐藤ミクの女優道という番組と、新しく4月から始まった毎月第2、第4土曜日お昼2時30分からの放送の新番組輝きベビールームでもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいておりますので、誠の間同様にぜひお聞きいただければと思います。この番組誠の間ではサブカルチャーを中心としていろんな情報満載でお送りしていきたいと思いますので、どうぞ皆様よろしくお願いいたします。それではまず最初のコーナーは誠の間プロジェクトのコーナー。このコーナーはこれからのサブカルチャーを中心としたクリエイターさんの紹介や、誠さんの今後の写真集、美術品、展示会などについて番組と連動する形でその成立過程をリアルにリポートしていくコーナーです。はい、今回はいよいよ具体的に誠さんがどういった活動やプロデュースをされているかを、お話しいただけるということなんですが、はい、今回はどういったものをご紹介いただけるんでしょうか。そうですね、まずその前に、はい、この誠の間プロジェクトのゴールというか目指しているものなんですけれども、はい、まあ、若いクリエイターの子たちが、はい、自分の作品とか、まあ、企画しているものを通してきちんとご飯を食べれる、あ、うん、それでちゃんとその、サービスを提供して、はい、それに対する報酬をもらって、うんうん、それでその生活していくということができるようになるっていうところを目指してるんですね。はいはい、で今回は、はい、空間デザイナーのプロデュースについてお話ししたいと思います。はい、で、空間デザインっていうふうに一言で言っても、はい、いろいろなものがあるんですよ。はいはい、でその中でも、今回僕が、こうプロデュースしているのが、はい、撮影スタジオの空間デザインなんですね。はいはい、白彫りとか黒彫りって分かります？あ、分からないです。白ホリゾントとか黒ホリゾントって言われるものなんですけども、はい、2種類のみなんです。いや他にもいろいろあります。あ、そうなんですね。まあでも代表的なのはこの白と黒、白と黒の、要は、はい、真っ白な空間スタジオを白ホリゾント、まあ、はい、真っ黒な空間を黒ホリゾントって言うんですけれどもね。はいはい、でそれを、借りて、うん、そこに装飾をするんですよ、小道具とか、あ、まあ、なんかいろいろ使って、はいはい、でそれでそのそれ毎回毎回そのテーマを決めて、はい、お花とか和風とかをテーマにして空間を作って、はい、そこで、まあ、モデルを用いた自分撮影をしていく、はい、人物撮影をしていくというのを今やってるんですね。はい、で将来的にはその、この撮影スタジオ向けの、はい、空間デザインセットみたいなキットみたいな感じにして、それをこう定期的にスタジオも
それを使ってスタジオの変更していくことができるというようなサービスにして売ろうとしているんです。なるほど。で、はい、その、ま、空間デザイナーさんの、ま、プロデュース、ま、しようと思ったきっかけとか理由ありますか？そうですね、はい、以前もちらっとお話ししたんですが、はい、今やっぱカメラと SNS の発達によって、ね、はい、趣味で人物撮影をしている人がすごく多いんですよ。確かに。はい、で、でも そこで使うスタジオを使うこともあるんですが、はい、いつも同じスタジオだとちょっと飽きちゃう、うん、慣れてきちゃうと、はい、うん、でただスタジオを、ね、探すっていうのは結構大変なんです。そのコストとか、まあ、場所とか、なるほど、あと広さもやっぱりいろいろあるので、なんか行ってみたら全然思ってたと広さと違ったみたいなこともあるんですね。ネットの情報だけではなかなか、そう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 、ね、だから初めて行くスタジオっていうのは結構リスクもあったりするんです、うん、だから慣れているスタジオが定期的にその内装とかそのテーマを変えてくれるっていうのは結構カメラマンとしてはありがたい話だと思うんですよ。そうですよね、場所も分かってる状態ですからね。そうそうそう、そうなんです。でスタジオ側もスタジオってこう内装が基本的にいつも同じなんですね。そうですね、うん、はい、だからその要はお客さんがリピートしづらいと僕は思ってるんです、はい、そのいろいろ撮りたい人もいるの、あ、いろんな場所でいろんなことをしてみたい、うん、そうですね、はい、そうだからそこでただ頻繁にこう、内装をガラッと変えるのは不可能なんです。そうですね、なかなか大変だと思います。はい、そうなんです。だからコストを抑えてこのリピートしてもらうために定期的にこの装飾を変えられるっていうのも結構それはスタジオとしても、はい、いいことなのかなと思ってこれをやってるんですね。で、はい、そしたらこの定期的なイベントみたいのもしやすくなるのかなと、はい、なスタジオも、はい、まあ、その企画なんか必要なポイントみたいなのありますか？そうですね、一つはまず、クオリティ、その、装飾をする、はい、しました、でもそれって他のスタジオにもありました、はい、だとちょっとつまんないじゃないですか。なるほど、だからちょっとオリジナリティのある、うん、きちんとそのクオリティが高い装飾ができること、他と差もつけてつけたいとか、ね、そうそうそうです、はい、あとやっぱスタジオっていろんな人が使うので、はい、破損のリスクっていうのがあるんです。確かに、はい、だからそのあまりにその破損しやすい、はい、素材で作ってしまうとちょっと直すのにちょっと時間かかってしまうっていうのもある。ただその耐久性をこう見るあまり、ね、コストが高くなってしまうと、そうそうそう、それはまた大変なので、なのでそのクオリティとコストと耐久性のバランスっていうのが結構大事なと思うんですよね。ちょっと難しそうですね。そうだから今でもその一緒にやってる方は結構そこのバランス感覚が、はい、優れているので、あ、誠さんと、そうですね。なるほど。はい。なので結構そこはありがたいなと思ってます。で、今後ちょっとどういう課題みたいなのっていうのは、そうですね。はい、やっぱまだ人が全然手を出していない分野だと思うんですよ。なるほど。はい。で、その理由としてはビジネスとして成立しにくいのかなっていうパターンと、はい、あと多くの人がまだ気づいてない、こういうのがあるよって、こういう分野があるっていうのに気づいてないっていうパターンがあると思うんですね、はい、で、そもそも一般的にあまり知られていない業界なので、はい、こういろいろリスクがあるんです、はい、だからそこをこうきちんと考えて慎重に進めないといけないなと思ってます。ありがとうございます。結構すごい大変というか、うん、空間デザイン、私も誠さんのお話で初めて空間デザイナーというのを知ったので、うんうんうん、これを聞いた空間デザイナーを目指している方もね、ぜひ誠さんの話で、ね、聞いていただけたらなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、以上、誠の間プロジェクトのコーナーでした。すごいよアンミさん。続いてのは、すごいよアンミさん、誠さんが大好きなシンガーソングライター山田アンミさんの魅力を存分に語っていただき、毎月こだわりの楽曲をご紹介いただくコーナーです。さて、そんな山田アンミさんの中で今月はどんな、楽曲についてご紹介いただけるのでしょうか。誠さんのこだわりを含めてお願いいたします。はい、今回は、はい、機械仕掛けの宇宙という楽曲です。はい、これはですね、山田アンミさんの代表作と言っても過言ではない。そうなんですね。はい、うん、で青葉一子さんっていう弾き語りのギタリストの方がカバーもされてるんですね。はい、はい、で曲が物語になってるんですよ。なるほど。で太陽が昇らない街で、はい、
太陽を作り出そうとする青年と、はい、その恋人の、お話、で語りの部分と歌の部分っていうのがあって、はい、あのそれがまた物語性を高めてるかなと僕は思ってるんですね。うん、で何かのインタビューで見たんですけど、はい、これこうジブリの世界をちょっとこのに影響されて作った曲らしいんですよ。そうなんですね。はい、でまあいろいろ語りたいんですけども、はい、あの曲があの何よりも聴いてもらうのが一番だと思うので、はい、はい、もうでこの曲18分もあってとても長いんですよ。すごい、はい、初めて聴きます、18分の曲ちょっと全部流すことができないんですけども、なかなか、はい、あの興味がある方はぜひ検索して、はい、機械仕掛けの宇宙というワードで検索していただければ、はい、あの聞くことができると思うので、はい、検索してみてください、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん検索してみてください。以上すごいよあんみさんのコーナーでした。改めまして現在放送中の番組お送りしておりますのはサブカルチャークリエイティブプロデューサーの誠と女優の佐藤美久です。そしてここからは、漫画を語ろうのコーナーでコメンテーターとしてご出演いただいております人気女性漫画家の真田千佳先生にもお入りいただきました。真田千佳です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。真田先生がなぜちょっとこう緊張されていらっしゃるかと言いますと実は今回からあの真田先生ご担当の新コーナーが始まることになったからです、うん、はい、先生あのコーナータイトルは、はい、地下酒場です。地下酒場、いやなんかいいですね真田地下だから地下、はい、そうですね、確かに、はい、面白そうじゃないですか。なんで酒場を、はい、はい、私成人超えてからずっとお酒好きでして、はい、あの大学生の時はバイト終わりに新橋で一人飲みに行くという日々を過ごし、すごい今でも仕事の息抜きはお酒なんですけど、あ、そうなんですね、それを、はい、あの特に日本酒が好きで、はい、であの美味しいお店探すのも好きなんです、はい、この前の収録の時にプロデューサー、はい、この番組のプロデューサーさんに話したら、はい、それコーナーにしちゃいなよみたいなことを言われいやまあ好きだけど専門外なんだけどなというちょっともうタジタジでございます。いやいやいや、まあ、そんなことおっしゃらずにでもせっかくあの取材にもあの行かれたことですし、はい、はいはい、ではちかさん、はい、頑張ってリポートしてください。頑張ります、お願いします。はい、それでは今回私が紹介するのが、はい、新宿三丁目にある花見どころ翔さん、翔さん、はい、はい、うん、です、こちらはですね日本酒を多く取り揃えているお店でして、はい、本当メニュー表に30品目ぐらいの日本酒がもうバーって並んでて、すごい、なんか常に何だろう日本酒好きにはたまらないものをご紹介してくださるお店なんですね。でこちらはですね、はい、八海山泉ビールというのも、八海山泉ビール、そうなんです、はい、ちょっと気になってしまって、はい、まず私一杯目こちらいただきまして、こちらですねあの八海山っていう日本酒ご存知ですか。はい、はい、聞いたことあります。あの私それのその日本酒が入ったビールかと思いきや、あ、ね、はい、あの八海山の酒造さんが作られたビールだそうです。なるほど、いや飲みたいそれ、めちゃくちゃ美味しかったです。普通のビールよりもなんというかあの香りが強めで、クラフトビールですね。なのでちょっと普通のビールでは物足りないっていう人にはもうめちゃくちゃドンピシャのビールだと思います。気になりますね。ぜひぜひ。で肝心の日本酒はですね、はい、あの店主さんのおすすめの、はい、東京東村山にある、はい、豊島屋酒造さんの奥の神をいただきました、はい、はい、こちらはですねもう全体的に甘口ですっきりした後味のものでしたね、はい、で日本酒はあの絞ったタイミングによって味が変わるそうで、絞り始めのものを荒走りで、中盤のものを中組、はい、終盤のものを攻め取りっていうらしいんですよ。初めて知りました。私もちょっとこのために調べました、はい、さすがですで、これらの3つの飲み比べをできるそう で、はい、で奥の神の飲み比べもあのこのお店やってたんで、はい、ちこちらもいただいてみまして、あ、全然ですねこの3種類、はい、全然味が違うんですよね、はい、同じ日本酒なのに、でやっぱりあの最初の、荒走りが一番すっきりしている、はい、そうなんですね、
私はこれがすごく飲みやすくて大好きでしたね。うん、はい、でこちら はい、お料理もすごく美味しくて、はい、で私が行ったのは月曜日だったんですけど、はいはい、たまたま月曜日は1人2500円で、はい、あのストップっていうまで店主がどんどん料理出してくれるすごい。いいですね、超コスパいいですよね。で飲み物代は別なんですけど、はい、なんか本当に絶品料理ばっかりで、はい、私が行った時はあんこう鍋スタートで、スタートからすごいお酒に合う、贅沢ですよ。すごい。そうなんです。で、あんこう鍋食べて、はい、それからお頭付きのお刺身の盛り合わせ、で店主さんがあの野菜を育てていらっしゃるそうで、それを使ったサラダとか、はい、なんかあの天ぷらとかも出してくださって、もうめちゃくちゃ美味しかったですね。すごい。ちょっと予算オーバーでお酒も進みましたで、これ私の一押しの組み合わせが、うん、アラバシリの、うん、あの奥の神のアラバシリと、はい、あの野菜の天ぷら、野菜の天ぷらなんだ、油物とあのすっきりした日本酒、あ、そっか、すっきり系はね、たまらんです、ね、たまらんねこれはぜひ皆さんにも試していただきたいですね、うん、なるほど、はい、ありがとうございます。いやあまりお酒は、ま、あ飲まないので私も、はいはい、なんかすごいすごい世界だなというか、うん、ちょっとたまらん体験しに行かないといけないですよ。ようこそですよあ、誠さん飲まれますか、日本酒とか。僕ね、日本酒しか飲まないんですよ。あ、逆に日本酒しか飲まない。そう、そうなんですね、うん、まあ、そんなに強くはないんですけどね。あ、はい、うん、そう、すごい好きで、何飲んでも美味しいですね。あ、うん、じゃあ次ご一緒に月曜にすごい気になります。月曜か、ぜひ3人でいつか、はい、そうですね、行きましょう。ぜひぜひ、うん、ありがとうございました、はい、また次回も楽しみにしてます。以上、地下酒場のコーナーでした。ミクの乙女労働ウォッチング、続いてのコーナーはサブカルチャー、特に腐女子を中心とした、アニメオタクの聖地と呼ばれる東京池袋乙女労働の毎月のトレンド動向などについて、潜入し、その様子や編成について私の独断と偏見リポートしていくコーナーです。ちなみに乙女労働とは東京池袋サンシャイン60の西側の通り一帯にあるアニメなどサブカルグッズなどを販売しているお店が立ち並んでいる通りを総称して乙女労働というようです。そんな乙女労働の先月の動向をお話しさせていただきます。ただ、まず初めになんですけれども、気になったの、が、お客さんの数で、平日の夕方ぐらいに乙女労働に行ったんですけれども、まあ、今このご時世、新型コロナウイルスの影響かお客さんの数がいつもより少ないのかなというふうに感じました、そして、今回、見て回っていた時に私が大好きなあの店舗の、大事な情報を完全に、見落としてしまっておりまして、でそれをちょっと後ほどねお話しさせていただければなと思います、はい、ではまずは、いつもの通り、2階建ての店舗、1階が、歴史関連グッズ、そして2階が、最新作から旧作まである、店舗ですね。まず1階ですね、歴史関連グッズは、文豪ストレイドックスと刀剣乱舞ですね。これは共になんですけど、もちもちマスコットっていうちょっと手のひらサイズの、うん、あ、ありますね、はいはいはい、つむつむみたいな、はい、あのちょっと中にビーズが入ってて触り心地がいい、可愛いマスコットなんですけれども、それがめちゃくちゃ大量に置いてありました、みんなあの上を向いてマコを持ってる感じ、すごい可愛いんですけど、可愛いですね。それがたくさんありました。 もし探してる方はぜひ行ってみてください、そして2階ですね、最新作から旧作までなんですけど、以前ね、あのドラえもんのぬいぐるみたくさんあったよっていう話したんですけれども、うん、その近くにあのジブリの、まあ、ぬいぐるみがたくさんあります。特にトトロが多かったかなっていうふうに思います。なんかぬいぐるみといえばトトロ、トトロ、うん、めちゃくちゃ可愛いんですよ。もうインテリアでも抜群なんですけども、本当に可愛いぬいぐるみばっかでした、はい、そして、まあ、人気なアニメ、永遠の、消防隊という大好きですよ。人気です、はい、すごい好き。今年の夏もまた2期があるということで、アニメ化ね、うんうん、すごい楽しみの一つなんですけれども、こちらもですね、結構、まあ、キーホルダーとか缶バッジとかが多いかなというふうにやっぱ感じますね、はい、なのですごいやっぱ人気にこう反してこうやっぱ増えていくなというふうに感じました、うん、そして、続いてですね、ファンタジー作品の店舗なんですけれども、こちらが、自爆少年花子くん、
ていう作品で、はい、あ、知ってますか？知ってます。見てます。本当ですか？そうです。アニメもね、あの推薦ありましたけれども、うん、そちらもね、あのやっぱりアニメがこうやっぱ始まることによってすごいやっぱグッズも増えてくるので、うん、それに反してやっぱ増えてくるなというふうなとても感じました。はい。ということで、さて、先ほどね大事な情報を、見落としてましたというお話をさせていただいたんですけれども、ね、はい、お気づきの、ね、方もいらっしゃるかもしれませんが、BL 作品店舗の情報なんですけれども、はい、なんと3月31日をもってで、BL 書籍同人グッズの取り扱いを終了することになったということです。ですので、あの今現在はですね取り扱っていない状況ですので皆さんお気をつけくださいませ。さらにあの詳しくお伝えしますと、対象は BL コミックス、小説、そして同人グッズの取り扱いがなくなるんですけれども、イラスト集や小冊子、サイン本、商業 BL グッズ、ドラマ CD であったり、同人誌は変わらず販売、買取は行っているそうです。情報が大変遅くなってしまって申し訳ないなというふうに思っております。私自身あのセールをしていたことは知っていたんですけれども、しっかり読んでいなくって、はい、で気づきませんでした。はい、ただあえて、言ってなかったと思うんですけれども、最近は明らかに今 BL の漫画が減ったなというのは思ってました。はい、やはりまあ最近は結構スマホでもたくさんこう漫画を買ったりだとか、まあ見ることができる時代なの、まあその影響もあるのかなという勝手に私は思っております。まあちなみに私はまあ紙派というか漫画派なので、物派なので少し残念な気持ちではあるんですけれども、また復活することを願っております。改めてお伝えしますけれども、BL 作品店舗は今現在 BL、書籍同人グッズの取り扱いを行っていませんのでお気をつけください。はい、ということで今ね真田先生という隣にいらっしゃいますけれども、漫画家の真田先生からして、うん、あのどう思いますか、この亡くなってしまったということに。いや、ちょっとびっくりです。はい、私の感覚だと BL って、はい、あの漫画市場の中でも結構大部分占めてる売り上げが。あ、そうなんですね。そうなんですよ。だからむしろ残すべきとこじゃないって思うだからなんか別店舗で移転とかあるのかなって勝手に思うんですけど。なるほど。はい、まあ、あ、待ってます。待ってます。よろしくお願いします。ということでありがとうございます。はい、皆さんいかがだったでしょうか。以上、ミクの乙女ロードウォッチングのコーナーでした。皆さん、なんともうエンディングが近づいてまいりました。今回もこの番組まことの間、皆さんお聞きいただきましてどうもありがとうございました。この番組まことの間は毎月第2第4日曜日お昼12時からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も聞きいただければ嬉しいです。今回真田先生いかがでしたでしょうか。いや、もう変わらず緊張しております。さっき、あ、はい、あの1点あのお伝えし忘れたんですけれど、はい、私が紹介した新宿三丁目にある絡みどころショーのショーは化粧のショーです。はい、ぜひチェックしてみてください。なるほど、ありがとうございます。はい、では誠さんいかがでしたでしょうか。いや、新コーナー始まりましたね。あ、そうですね、うん、いや本当日本酒の絞るタイミングで味が変わるって本当に知らなくって、はい、ちょっとなんかまた、ね、楽しみが増えますね、こう日本酒飲む時の。はい、ありがとうございます。はい、それでは、そうですね、番組お聞きの皆様ご感想ご意見ぜひお送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレスは info@plus-vox.com まことの間までお待ちしております。それではまことの間、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手はまことと真田千佳と佐藤美久でした。では皆様、ぜひ次回放送も誠の間よろしくお願いします。